中島誠二郎は日本の寿司職人。京都における寿司組合活動の礎を築き、戦後の寿司委託加工制度の獲得、および関西における本格的な江戸前寿司普及に尽力した。1897年11月、東京浅草の通称、寿司屋横丁にて北村家次男として生まれる。幼くして中島家の養子となるも、養父が高い。 家の困窮により、数々の食を手につけるが、最終的に、江戸前寿司職人の下で、本格的に修行し、東京にて数軒の店を開く。1923年、関東大震災で住居、店舗共に失う。知人を頼り、妻の木倉家族と共に、京都に移住。新京極通り三条下がる桜の町で、江戸前寿司と天ぷらの店、蛇の目寿司を開く。 北王子路三人の著作にもあるように、当時、京阪神での握り寿司は見よう見真似のものがほとんどで、巻き寿司といえば太巻きのみという時世の中、中島は本場での修行の腕を活かし、京都中央卸売市場、西木市場などで自らが吟味した素材を仕入れ、本物の江戸前寿司を高級品としてではなく、本来の姿である庶民の食べ物として提供することに努めた。東京とは、 気候、風土の異なる京都で、江戸前のネタそのものの寿司を再現することは、当時の輸送技術では不可能であったが、基本的な技は店に住み込みで修行させた職人や同業者に伝えながら、素材に京都の利点を生かし、京都における握り寿司、細巻き寿司等を作り上げていく。東京時代、土地柄交流のあった浅草芸人たちが関西に滞在した折には、 江戸前を求めて店に通った。特に堺シュミッとは戦後も進行が続いた。1920年、営業許可申請簡素化のため、各警察単位で各組合の中に料理部、寿司部、麺類部、喫茶部、養殖部、社交部などが混在する、料院員組合が結成される。1930年、京都全市の寿司部により、京都寿司商組合が結成され、 1932年、中島は、組合役員を経て1942年には、組合長となり、以後18年感染中戦後の多難な時代に、対処することとなる。戦中から引き続く、食料統制に加え戦後の食料不足もあり、寿司屋申請店の7割近くが違法価格で、流通する闇米を使用しているというありさまだったため、GHQ により1947年、 飲食営業緊急措置令が施行される。両飲店の営業が実質的に不可能になったため、東京の出生組合の有志が協力して、GHQ と交渉、委託加工制度を獲得し、なんとか、これを回避する。中島もまた東京での援護を活かしともに方策を練り、京都の業界のためにも尽力する。これにより、GHQ の命令によって途絶えてしまいそうになった。 日本の寿司文化の危機は救われる。京都での寿司委託加工制度は東京に遅れること約2年、1949年1月に実施された。中島誠二郎、1960年代全国寿司、連京都大会にて講演中そんな中、1950年春、京都寿司商組合総会において、当時、組合長であった中島の発案により、 のれんを守り、品位を高めて、共存共栄の身を上げ、会員相互の親睦を図ることを目的とした、京都寿司の連会が発足し、中島は、初代会長を務め、戦後の困難な時期を乗り越え現在までの礎を、築く。二代目会長は、職人ではないものの店の経営に携わっていた、長男の清志が務め、財政、経理の面からも、会を支えた。 京都寿司の連会は、その後京都高島屋に共産し、京の味ごち走店を開催、また、京都新聞との共催事業として、寿司教室を開催、共に現在に続く。現代の名工など、多数輩出している。また、1951年3月、真摯な姿勢で寿司に向き合う、法的組合として、京都府寿司事業共同組合の設立に至り、 1958年まで中島は同組合組合長として在任する。喫水の江戸っ子である中島が京都の寿司業界をまとめ、今ある業界活動の礎を築くことができたのも、幼い頃からの苦労によって培われたその手腕も、去ることながら、こうした時代背景による影響も大きいと思われる。1958年に、 京都府寿司事業共同組合組合長を退任後は、常任相談役に就任する。助言、進言を惜しまず時には苦言を提することもあったが、京都寿司業界の重鎮として、尊敬を集める。1962年11月、京都で業界初の融資福利厚生、販売促進等の事業のため、京都府寿司環境衛生同業組合が設置され、中島は、 初代理事長に着任する。心血を注ぎ、時代の流れに合わせて変化させ、育て上げた組合活動を見守りながら、1972年4月16日、74年の生涯を閉じる。法名は、大地院武清秀子寺、生誕地東京の台東区谷中にいまする、五国山村長院天皇寺にある中島家代々の墓所に眠る。 個人生前の功績に対し、組合構想が決定され、1972年4月21日、新京極生岩寺にて、全国の寿司組合長、三町会役員、関係官庁、友好団体、取引商社、田中井三次ほか、ゆかりの国会議員ら関係者の3列の元盛代に、取り行われた。ありがとうございます。